俺わかんねえ、聞いてなかったから全然食べない汚れろなかったなかったかうわもう多分ない、いい番組だねどうも山里亮太のテラスハウス山チャンネルでございます。第13回となりましたね、やっぱあの大人としてって人と思うんですけども、やっぱこう人に向かってただバーカって言って終わっちゃダメだなってちょっと反省しましたねちょっと12話を見ていただければ分かるんですけど、あのちょっとエンターテインメントにかけるバカは良くないなって、まあ、ちょっとあの一瞬で反省した次第でございます。まあそんな中ですね、ガイはもう本当ダメですね。あのもう女性陣はもうメロメロになってしまってますよ。もうガイが何しても OK、ね、でまたね、せめて僕は思ったんです、もうガイこれ完璧だとね、この女性の心をくすぐる、まあ、可愛らしい感じね、そして何がすごいって芯がしっかりしてる、プロサーファーとしての実力もしっかりしてる、その上でのああいうぽやっとした感じだから、もうああいうの女性がめちゃくちゃ弱いって分かってるんですよ、ね、でこれでサーフィンシーンでいいサーフィン見せたら女性の心はめちゃくちゃガッチリつかまると分かってるんです。だから俺の最高の最高のガイの株を下げるポイントとしては、鬼ほどダサいタトゥーを入れてくれってことですね。ここになんかこうまあまあこう一番とかいいし、ここにあとなんかよく書かないけど、なんか漢字ってかっこいいよねっていう感じでこう入れちゃった便利とかなんかそういうの便利とかっていうのはみんなにも喜ばれそうだからタトゥーで彫りましたみたいな、そんなやってくれたらうわーっていけるけども、体綺麗だったんかな、まあちょっとウエット着てたから分かりませんでしたけどね。だからウエット脱ぐまでがまだ私の唯一の期待ですね、ガイ君への。もうそれぐらいですよ、ガイ君に対して。いや俺もさすがにね、あのガイ君にね噛みつけるほど何か持ってません。そこまで僕も人間として腐っちゃいませんから、まあ他に腐ったやつがいっぱいいるんでそっち行きますけどね。もうユウヤとエビアンのもうクリスマスデートですよ。12月24日ね、2人で飯行くわけでございますよ。でこんなものはもうただのウィニングランなんですよ。もう2人が楽しそうにしてね、でなんかこうまずドライブね、ドライブもね、その大使から教わった通りレディーファーストみたいな感じでね、扉ガチャッと開けてね、でなんか扉ガチャッとか開けるのがいいって、そんなのまあ本当に京都のタクシー会社なんかみんなやってくれっかんね、あんなもんほんなすぐ恋しちゃうだろ京都行ったら。でしかもなんか車の中ではね、クール系のミント系のガムをエビアンが食わしたんですよ。あらベロ中かますためですからね、あんなもんはね、エチケットだよなんて言ってガムかましてね、でアイススケートやってね、アイススケート中も手を握った時にね思ったんですよ、寝ちゃってだったらいいのになと思って。だからちょっと引くぐらいの寝ちゃってっているじゃないですか、あのよく言うんですよ。僕なんか僕も結構 手汗かくんでね、あの握手とかする時にね、あの言うんです、なんか出された時に僕は、いやごめんなさい結構手汗すごいんでって時は、いやいいっすよそんなってパッてやった時に、あの想定の範囲外だった時の顔、そのピチャってなった瞬間にうわって顔される、あの瞬間すごい嫌なんです僕。でそれならないかなと思ったら意外とさらっとしてやがった僕って、その後も手つないで、結局さ繋がってんだから皮膚なんてのは全部うん、だからさ俺は思うんですよ、ここを女子がこうやってやるってことは、ここをこうやってやってるの一緒なわけですよ。だから手をこうやってやってるってことはもうてこいてもらってるわけだよ、ね、あんなもんスケート場でね、あんなもん許されるわけでしょそんなんもんね。でディナー行ってまたねすごいおしゃれなオープンのところでさディナーやってさ、でねもう食べた、あと俺正直もうごめんなさい、俺はねもう見る気なかったんです、こんなの見てられるかバカ野郎っつってね、飯食ってね、やだやだって、何が楽しくてこんなの見なきゃいけねえんだって、俺は何もねえのにね一人でずっとクリスマスイブなんか、お前らがそうやって言ったら俺石川のキャバクラ行ったんだぞテラスハウスのことも聞かれた、そういえば、うん、ネタバレになるけど教えてくれたらおっぱい触っていいって言うから、ちょっと先のことは言ってるそれぐらいいいだろ俺だってそれぐらいいい思いしちゃっていいだろ。でもその時に本当にえちょっと教えてくれた内容の割に長いって怒られたっていう事故からそれはまあそんなことしてる間にいちゃこらいちゃこら、えそんな、まあ、もう負け犬がキャン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 吠えてる目の前でね、ずっと二人の愛撫が続くわけですよね。でいつの間にかぬるっと好きという言葉を言う感じ、いや俺ほんと好きだなみたいな、今度なんかこうって照れちゃってどうのこうだけど好きだな、まあ、もう入ってこない俺の頭に、あんなもんただ好きだな好きだなって言ってるわけですよ。でそしたらこのエビアの方も
好きだよみたいな、えっつって、でもう一回好きだよみたいな、もうああもうやだやだ、ああこんなはずじゃなかったのにと、俺の中ではもうね本当の血みどろだったんですよ。本当は12月24日血のクリスマスってタイトルつけて送ろうと思ったのに、それが何ですかね。でプレゼントですよ、ね、でそのプレゼントのねこの前にゆうやがちょっとトイレ行ってくるなんつって、はぁーと、俺だってねバカじゃないですよ、気づきますよ、指輪の一つでも仕込んでくんだろうなと思って、でサプライズの準備にトイレとか抜け抜けと行きやがってたせいで、トイレから戻ってきました。デイビアンがすげえそのなんかカニエさんが作ったみたいな、なんかなんかそうすごいやつがあるんでしょ、カニエ一平、カニエ一平かな、カニエ一平ってカニエ慶三さんの息子さんのカニエ一平みたいな、なんか服を高いんです、カニエ一平の服って、でカニエ一平って服をなんかと、あと何靴買える券みたいな、まあ、とにかく10万近くのプレゼントしたわけでしょあれで、プレゼントして、でエビアンが待ってるわけですよ。もうこれはね、はい、エビアン待ってるね、でプレゼント渡すね、わありがとう、え、これ一生大事にするね、チューみたいな感じのね流れだろっつって、はあやだやだやだと思ったら、あれどうしたこの空間、この変な間ができてるぞっつって、こうどんどん体中に血液が回ってくるぞ、俺何かが起こる、何かが起こるぞこれは、嘘だろと、俺はまだ絶望の淵にいちゃいけないのか、どういうことだゆうやさん。するとゆうやさんは何をしたと思います、皆さん、プレゼントを忘れたんですよ。この時ですよ、私あのホームアローン第一作のマコーレカルキンバリのイエスが出たんですね。これだと、ゆうやさんごめんなさいと、そうだったんですかと、一回僕を絶望に落として、そっから最高の最高のショーを見せてくれる、あんたもうハリウッド見えてるぜゆうやさん、そういうことだったんだと、俺は心から思いましたね。でまあ不穏な空気になりますよね。で俺はもうウハウハですよ、いくら好きって言ったってそんなプレゼントもくれない男なんかって冷めちゃう、そんな関係なんだよ、所詮お前らの好きなんてのはまやかしだったんだよ、ね、でクリスマスパーティーね、そのテラスハウス内でクリスマスパーティーがあったわけですよ。でなんかプレゼント交換みたいなことやっててね、うん、あのなんか向こうのルールがね、その誰かは分からないけど誰かに向けて名前書いてプレゼントを渡すみたいなねやつがあるんですよ。なんかそのプレゼント交換でみんなでね、いやーそれセンス出ますよねそれぞれね。俺やっぱびっくりしましたね、あの大志くんがあの誰かからですね、あのもらったプレゼントがサッカーボールっていうですね、小5、それ喜ぶの小5、やっぱ29になってやっぱサッカーボールってこれなかなか辛いと思うのよ、プレゼントとして喜びだって使う29でね、かと思いきやですね、ローレンがね誰かからもらったプレゼントがね鉛筆っていうですね。俺びっくりしたもん。俺英語の教科書の2ページ目読んでんのかなと思って、鉛筆だボールが出てきていっぱいね、でそんなんでまあまあプレゼントいろいろ交換していくと、でね、でエビアンにはなんかいつも使ってる香水が来た、でどうやらこれはまあユウヤがくれたんだろう、お前それね今それまあこれで帳消しにならないだろうななんて思ったら、わあ嬉しいこれいつも使ってるやつだぐらいで止まった。あ、よしよし帳消しになってないな。やっぱ昨日だよね。昨日もらえなかったらエビは一番辛かったもんねと、俺もなんかほくそ笑んでたけど。そしてゆうやのとこに来たのがですね、CD とうまい棒6本みたいな。え、なにこれっつって。これや、これバザーの打ち上げでもらうやつじゃんと。バザーの打ち上げでお母さんたちが作ってくれるセットみたいなプレゼント当たってて、これは誰かの、いやこれエビアンからの腹いせだろうななんて思いながらね見てたわけですね。でまあプレゼントがあって、お互いのこと知ってるなみたいなこのプレゼントしてね、でその後なんですよね、ちょっとユウヤが呼び出すわけですエビアンを。そうするとこうザワザワっとしてくるわけですよ、本当にザワザワザワ、大丈夫かと、ユウヤ君大丈夫かと、今んとこ俺の中では君主演男優賞だよと、それをみすみす逃すようなことしないでくれよと思って二人きりになった瞬間にゆうやが、実は昨日渡そうと思ってたんだけどっつってアクセサリー渡すんですよ、大婚約者が。なんでそういうことすんの、俺の気持ち分かってるくせに。違うじゃない、そこでね、で昨日からショックでね、あれ私のこと本当は好きじゃないんじゃないかしら、なんか私だけ一人盛り上がっちゃったのかしらって言って、こうどんどん気持ちが落ちてってるところに、そんなのやったら盛り上がってってどんじゃない、そんなもんはよくないよ、夢見せるようなことすんなよ。
まあ、これはスラムダンクで三井久志が小暮くんに言われたセリフでもあるんですけどね。いやあれは見てらんなかったですね。その後はもう本当にもうウハウハですよ。ダブルデートなんかかまして、大使アンナエイビアンユエダブルデート一番いいんだよ。でもう大使とアンナももうあんなもんもうどっかがで好きって言ったらもうくっついちゃう。だってさ、女の方の耳にさ、こうやってこれここに顔があってこれぐらいの距離に近づけてもらうって、あれ女の成功圏のここら辺に入れるってことはもうあれもうやらせてくれる女だからね、あれはね、うん、これ絶対この距離に行かせてもらえるなんてのはもういつだっていけるみたいになっちゃってるんですよ。でその時に言った会話もまた腹立つんですよね。もうこれはもう勝ち組の言うセリフなんですよ。なんかまだ付き合ってはいない、えでもお互い好きって言ったのに付き合ってないって何ってこうあんのも聞いて、俺もあんなと同じ気持ちだったけども、それいや別にえ好きだけでよくないっていう、はぁってその別にあなたたちみたいなこの人間には分かんないでしょ、深いつながりってそういう付き合うとか軽い契約とかじゃなくて俺たちってそういう深い感じなんだよなという、ちょっと達観した空気感出してる、仕事しろバカ達観した空気出す前にバカだるかお前ら、えでですよ、これでね、ああもう今週これなんだ結局よっつって終わるかと思ったら、私に一つ希望の光が見えましたね今週。まあつい最近まで私ね、ローレンの化けの皮剥がしキャンペーンなんてやってましたけどね、まあそれはなぜかというとね、ローレンからツイッターではっていきなり切れられたって思って、その怒りがねまだちょっと収まらないですけどね。でローレンとエビアンが、ね、女子部屋で喋ってるんですよ。で今までいろんなやっぱフラグ回収ここで決まりましたね。ずっと気になってたんですよローレンのあの表情、やっぱりローレン大使が気になってたんですよ。大使のこと好きみたいなんですよね。そこで初めてね、ロボットに感情が宿ったようなリアクションですよね。やっと血の通ってきた感じがしましたよあの子にもね。でどうしようとね、でも今アンナと田舎だし自分はねどうにもならないんじゃないかとね、恋に苦しんでるわけですよ。その気持ちね、苦しいだろね、つい最近ユウスケが味わってたんですよ、わかりますか。あなたそれで今やっとちゃんと考えられるんじゃないですか。あなたもしで大使を映画誘って映画見ました、終わりにあなたが店を予約してる大使にねご飯食べに行くって言ったら、いや俺今日ババアと飯食うからって言ったらどう思う。その気持ちだよ、うん、俺は大使さん期待してますよ。だからローレンこれでね、恋した相手に冷たくされるっていうその辛さを一回味わうがいい、うん、それ大使さんここで大人の優しさいりませんで、うん、ユウスケ傷ついてますから。じゃあこの後ローレンが傷ついていく様を俺は応援したいと思います。ということで本日ここまでです。また会いましょう。さよなら。